4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った花畑太郎はあと 200m。 先頭は花畑太郎は先頭は花畑太郎は片野エクスプレス迫る花畑太郎は先頭だ花畑太郎はわずかに花畑太郎は体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはダンスインザムード、ダンスインザムード先頭、2番手はサイレントウィットネス、追いすがるあと 200m、 ダンスインザムード先頭だ、リードは2馬身、このまま押し切れるか、ダンスインザムード。2番手は浅草田園、ダンスインザムード1着、ダンスインザムード完勝、ダンスインザムード1着、2着は浅草田園。やはりこのジョッキーは穴馬に乗せたら本当に怖い。勝ったのはダンスインザムード。Thank you.
それでは先頭から先手を取ったのはアフリカンキャット。内からはスムースゾーン。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アフリカンキャット先頭、スムースゾーン先頭。2番手はサニーマジック。あと 200m、 スムースゾーン先頭だ。ウィッパー抜けた。スムースゾーン追いすがります。ウィッパーウィッパー1着、2着にはどうやらブリッシュダック。勝ったのはウィッパー、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったメテオディガー、シックスルーデンス先頭。2番手はメテオディガー、追いすがる。シックスルーデンス先頭。残り 200m、 シックスルーデンス先頭だ。シックスルーデンス粘る。2番手はランニングライン、シックスルーデンスゴールイン。シックスルーデンス1着、2着にはどうやら肩のキング。勝ったのはシックスルーデンス、見事な勝利です。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭に立ったレームプリキュア、差は3馬身。後続の手応えもいい。2番手はエリムセンサー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。あと 200m、 レームプリキュア先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エリムセンサーさらに突き放します。レームラッド、もう一伸び。レームラッド、レームラッド1着、2着にはどうやらエリムセンサー、1番人気に応えました。レームラッド見事です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったレームジュノー、レームジュノー先頭。2番手はインターシュート、先頭を捉えるか。やはり肩のツルハシ先頭だ。先頭は肩のツルハシ、肩のツルハシ先頭。2番手はインターシュート、肩のツルハシ、この馬で決まりか。肩のツルハシ1着、肩のツルハシ完勝。肩のツルハシ1着、2着はインターシュート、これは桁外れの強さだ。肩のツルハシ。さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭に立った肩のチェスト、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 肩のチェスト先頭。2番手はゼンノロブロイ、肩のチェスト1着、肩のチェスト完勝。肩のチェスト1着、2着は肩のドラゴン、これが世界の実力だ。肩のチェスト。Thank you.
い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭はカタノワース、カタノエデン先頭、カタノエデン先頭、カタノワース食らいつく、カタノエデン、カタノエデン1着、2着にはどうやらカタノワース、1番人気に応えました。カタノエデン見事です。Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってディバイングローリー、カタノピアリス先頭、2番手はディバイングローリー、あと 200m、 カタノピアリス先頭だ。残り 100m、 カタノピアリス先頭、2番手はラブリーキャッチ、カタノピアリス1着、カタノピアリス1着、2着はラブリーまさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はカタノサクラノミヤ、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手はスケールプログレス、残り 200m、 カタノサクラノミヤ先頭だ。2番手はスケールプログレス、カタノサクラノミヤ先頭だ。カタノサクラノミヤゴールイン、カタノサクラノミヤ1着、2着はスケールプログレス、これは桁外れの強さだ。カタノサクラノミヤWe'll be right back.